ペルニク炭鉱の中央事務所冬の文化宮殿クラクラ、公の要塞跡ペルニクは、ブルガリア西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ペルニク州の州都である。ビスキャル山、ビトシャ山、ゴローブルドー山に挟まれた、ペルニク渓谷の中にあり、ストルマ川の両岸に広がっている。町では、毎年1月、スルバ国際滑走大会が開かれる。 ペルニクには PFK ミニョルペルニクと FK メタルルクペルニクの2つのサッカークラブがある。この地はかつては紀元前4世紀に築かれたトラキア人の要塞であった。後に古代ローマ人の居住地となった。後期新石器時代からこの地にトラキア人がいたことを示す豊富な考古学的な資料が残されている。 この時代のバルカン半島中部で最も豊かな陶器のコレクションが歴史博物館に保存されている。また、健康や医学の神であるアスクレーピオスやヒュゲエアに捧げられた多くのレリーフや彫刻が保存されている。これらはこの地にある光線への畏敬を示したものである。ペルニクは旧世紀諸島に重要な要塞の一つとして第一次ブルガリア帝国のものとなった。 ペルニクの名前は、スラブ神話の神、ペルーンに由来しており、その後尾に、スラブ語の地名の設ビジニックがついて、ペルニクとなった。ペルニクの名前は9世紀に、初めて文献に記録されている。11世紀のブルガリア帝国のサムイルによる東、ローマ帝国への抵抗では、ペルニクの要塞は、決定的な役割を果たした。当時のペルニクを支配していたクラクラ公は、 東ローマによる包囲攻撃に何度も耐えた。後に町はダスカの大抗ステファン・ネマニャによって占領された。1396年から1878年まで町はオスマン帝国の支配下となった。この時代、ペルニクは完全に帝国の内側にあり、要塞としての重要性は低下した。オスマン帝国からの独立後、ペルニクは 小さな畜産の町であった。20世紀、ペルニクは炭鉱と重工業の町として急速に発展した。ペルニクの炭鉱が開発されるまでの間、石炭はイギリスのカーディフから運ばれてきた。ブルガリアの社会主義政権時代、1949年から1962年まで、ブルガリアの共産主義指導者ゲオルギ・ディミトロフの名を、取って、ディミトロボと呼ばれた。 ペルニク基礎自治体にはその中心であるペルニクをはじめとする以下の町村が存在している。ペルニクは以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。